今回はトトロの都市伝説お楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。衝撃トトロのサツキとメイと、カンタは丸んでいたソースは矢印。サツキとメイは聞いたことがあるが、カンタも丸んでるのか。丸んでるって普通にカンタと話してるじゃん。矢印カンタも丸んでるからだよ。こういう理屈。嘘だぞ、ソースは矢印。宮崎駿、スタジオジブリ丸んでねえよ、バーカ。懐かしいな、一時期ふざけ半分で信じてたわ。でもまあメイが遭難したところのお地蔵さんは不気味といえば不気味よ。なんで信じてたのか今でも不思議になる。小学校高学年ぐらいでこの手の都市伝説系にめっちゃハマる時期あるよな。何言われても振り込みのように信じてたせいでジブリ映画がいろんな都市伝説ぐちゃ混ぜになったクソ映画にしてたのは俺なんだ。トトロも死神だしな。童話とか民話とかは実は怖いとか鉄板なネタだからね。サツキとメイは実は丸んでるっていう都市伝説を初めて聞いた時は、いや最後ばあちゃんたちと再会して話してるじゃんって思った。ED でカンタやばあちゃんと喋ってる矢印じゃそいつらも丸んでるんやで。公式が否定してる矢印、まあジブリブランドを守るためには否定するしかないわな。本当はちゃうで。と謎理論が展開され、未だに生き残ってる謎説。カンタまで丸されてて草。カンタが何をしたというのか。他人の家を対面でお化け屋敷扱いしたこととか。メインキャラほぼ丸んでるじゃねえか、ひなみさわかよ。ひなみさわと違ってこれで終わりなのにこれなんだよね、ひどくない？なんか面白いのでちょっとした話のネタになるし、みんなうろ覚えだから、そうなのかも、となるしたい。見返すことでもないので過剰書きマジックでなんとなく信じちゃうやつ。さやま事件の話が妙にそれっぽくて信じちゃうやつ。豚の考察という名のこじつけ妄想。うちの家族が都市伝説じゃなくてマジでそういう作品だと思ってるやつ来たな。都市伝説だろって言っても作品の捉え方は人それぞれだからって話が終わってしまう。続編知らないんだろな。メイとこネコバスだっけ。まあ知らんくてもしゃあないよ。三鷹の森ジブリ美術館でしか見られないはずだし、俺も存在自体は8年くらい前に知ったくらいで中身は知らんし。初めて見た。一応メイとこネコバスは絵本が出てるからそれで読める。ちなみにメイとこネコバスにはトトロが登場するが、トトロの声は宮崎駿監督がしている。劇場オンリーはハウルの動く城の前日誕の星を買った日かな。超美人だった頃の荒地の魔女が出てくるやつ。ラピュタの別エンディングの方は割と面白い都市伝説だったな。ちゃんと元になった絵があるから混同してしまうのもわかるってやつ。本編で丸んでもおかしくないムーブしてるメイも悪い。道義上映なんか妹丸なせたのうたりんの巻かれてくるしな。なんか丸まつとした気分で考えたくなるのはわかる。まあ道義に見た人そんないないだろうけど。メイのサンダルまでがっつり見てるわけでもないから。これ。メイのじゃない、トカオを引きつらせて走り去る、これは本当はメイのサンダルでこの世にいないことを悟って。とか言われると、そうかな、そうかも、ってなるんよね。よく考えたらあのサンダル誰のだよ、って別の怖さがある。子供なんてサンダルとかよくなくすしそんなもんだろって思った。明日天気になれー、でどっかすっ飛ばすとか普通にあるだろうし。今この説出すと速攻で否定されて消えるだろうな。都市伝説が流行った時期だからああいうのが流行ったし広まったんだろうか。ポケモン都市伝説とか流行ったね。2006年頃モバゲーとかで SNS が広まり始めた頃だったから、一気にそういう真偽調べない人が増えた時期でもあったし。ドラえもん本編は植物人間のび太の夢。クレシン本編はしんちゃんなくしたミサエの妄想。サザエさん、磯野和也、名前と同じ海産物になり海に帰る。トムとジェリー、最終回でトムは老衰、ジェリーは他の猫に困るされる。有名アニメの都市伝説特有のとりあえずキャラを死なせるか妄想オチにしとけ感好き。トムとジェリーは二人が自丸することを示唆して終わる回とか普通にあるの知らん人多いよね。まあ雰囲気は暗いけど電車に惹かれた程度であの二人で丸ぬかと言われると。チビマルコちゃんの友ゾウジイさんの話は都市伝説だと思ってたよ。都市伝説であってほしかったよ。
先生もあんな優しい先生じゃなかったらしいな。ちびまる子ちゃんの主人公ってもう丸んじゃってるらしいね。そうだねとしか言えねえ。千と千尋の都市伝説も怖い。ネットなんてやらないうちの母親もいわゆる都市伝説の C パートがあったとか言ってるし。C パートと言えるかわからないけど、海外版だとラストシーンのセリフが追加されてる。天候でも、きっと私は大丈夫だと思うって感じ。ガチな裏設定だと、サツキたちが越してきた家はもともと結核の療養用の家でカンタのばあちゃんはそこの女中さんだった。それで種泣き後、管理人になってたそうな。昭和30年と考えて40年前、大正1桁くらいの話やね。実は登場人物は丸んでいた。実は物語は登場人物の妄想だった。この手の都市伝説嫌いだわ。作画都合、以下、公式が勝手に言ってる禁止。そもそも結構昔にギブリ公式が都市伝説否定してなかったっけ？否定はしてるけど細かい内容は特に触れてなかった。それ言い出したやつをかららよ。偏見。まあ肝心の都市伝説も割と無理あったりするしな。丸坊説だっけ、子供向け映画でそれ本気で思ってたらひねくれすぎなんだよな。続編があるので丸坊説はないんよね。でもポニョはそれっぽい描写だらけだから信じちゃう。千と千尋の最後のシーンのデマ流したやつもとさん。都市伝説の内容にしても結構ガバいし、あれぐらいの理由なら公式が違うといえば違うだろう。と。無敵論法の一つに、公式が否定したということは隠したい事実なんだ。ってのがあるんだよ。陰謀論者に片足突っ込んでるんじゃないか。片足どころか両足突っ込んでない？そんな根拠の薄い言いがかり公式がいちいち答えるわけないのに、そもそもなんで隠したいのって話だし。本当に隠したいなら描写しなければいい話じゃないか。片足どころか全身どっぷり陰謀論者やんけ。公式発言やちゃんとした一義資料を否定して展開してるのはもう考察でも推察でも何でもないただの妄想だから。レッドはギラティナ並みにがわかった記憶。トトロの原作は地獄巡りがテーマ。嘘、原作はないジブリオリジナル作品。池で見つかったサンダルとメイのサンダルは同じ。嘘、よく見ればわかるがデザインが違う。メイと書かれたお地蔵様が一瞬映る。嘘、全くの捏造。 ED が過去の回想シーンになっている。劇中の季節は夏で ED が秋なので普通に考えれば本編の後。 ED が過去の回想って引っ越してきて物語始まるのにそれはおかしいだろ。トトロの都市伝説って字面の面白そう感からお出しされる。考察にもなってないようなつまらない邪推の山。もうちょっと面白い都市伝説に恵まれてても良さそうだろトトロ。まあ七国山病院のモデルが八国山緑地の近くの病院の結核のサナトリウムだったり、狭山事件とかいうイカにもそれっぽい事件があったり、サンダルにバッチリ注目しなくてうろ覚えなので用水路に落ちたサンダルがそれっぽかったり、メイの遭難地点のお地蔵さんは異様に怖かったり、そうかなそうなのかもって半分信じる気持ちもわかる。暗いのとか闇深そうなのに憧れる年頃にそういうの見つけるとこれだみたいになるのはわかる。そういうのって世界の真実を知ったみたいな錯覚を得られるし。正直そういう都市伝説語ってる奴らは中二病みたいなもんだと思ってる。作品を意図的に語録するの、作者に対して失礼だろって気がする。ましてや、こんなネガティブな方向に。続編もっと公開してほしいよね。ジブリ館みたいなのでしか見れないんだって。実家帰ったら親が岡田敏夫のそういうタイプの動画見ててうんってなった。ピクサー実は全部世界観つながってる説みたいなマイナス要素薄めの都市伝説は好きなんだけど、トトロのはちょっとな。プラスのイメージが皆無だから同じ理由でドラやクレシンの主人公植物人間、死亡、説みたいなのも苦手だ。物理法則みたいなのを考えるとアニメのナウシカは人間大サイズじゃなくて子供と考えたら自然になるんで、アリエッティの種族がナウシカの先祖ってのは公式なのか都市伝説なのかわからなくなる。サツキとメイの死亡説を初めて聞いた時は、最後にカンフトシとおばあちゃんと再会してるじゃん。と思った。だからかそこに触れる人がいないんだよね。
ED のあれを説明するために登場キャラ皆丸氏説を唱えてるやついたわ。何かもう無茶苦茶すぎない？都市伝説って言えば許される風潮嫌い。丸坊説はギャグかなんかで言ってるもんだと思ってた。全く面白くないがけど、もしかしてガチなん？小中学生くらいはガチだと思うのもいるのは仕方ない。大人で思ってたら関わらない方がいい。ポニョでも丸坊説とかあったな。そっちの心理は知らないけど、トトロよりかまだ幾分は説得力あると思う。あれ、車椅子じゃなきゃ動けなかった老人たちが走ってるとか、浸水汚染に乗ってる親子の服装型キャラと年代違う感じだとか、作中の描写で理屈つけてるし。ポニョに関してはまあ描写結構曖昧ではあると思う。トトロに関しては路直球でエンディング流してる時に幸せになっとるやろがいとは思う。ポニョはみんな丸んだってわけじゃないにせよ、千と千尋の神隠しみたいに一旦写しよとは別の世界に行って、その後元の世界に帰ったならありえそうなんだよね。ツイート見に行ったけど、深いこと考えるのは大人だけ子供には関係ない。わ笑った。